星のカービィシリーズを集めて。カービー、集めて。カービーは、ニンテンドーより2011年8月4日に発売された、ニンテンドー DS 用ゲームソフト。星のカービィシリーズ第19作目にあたる。ニンテンドー DS 専用ゲームソフトでは、星のカービィウルトラスーパーデラックス以来、約3年ぶりとなり4作目にあたる。また、春研究所が開発する新作としては、 星のカービィ参上。ドロッチェ団から約5年ぶりである。今回も前回の18作目の Wii 専用ゲームソフト、ケイトのカービィ同様、吸い込みやコピー能力のアクションはできない。今回は、タッチペンでカービィを操作しながら、カービィにフルーツを集めることによって、フルーツゲージを貯めていく。ゲージが100まで貯まると、カービィの数が増えていき、最終的には10人になる。 もちろん、数が多いほど強くなる。体力の概念はなく、一度ダメージを受けると弱って、体色が青になり、その状態でさらにダメージを受けると天使になって、焦点してしまう。天使になったカービィは、画面外に出てしまう前に、他のカービィで掴めば、青状態で復帰させられる。敵へカービィを誘導し、敵とカービィが接触した後は、自動で攻撃を行われるようになっている。 また、カービィたちの人数によっては、入れないステージや、体制のカービィたちでなければ攻略できない仕掛けなどの、ギミックがある。これらから、リアルタイムストラテジーの要素も濃い。他にもメダルを集めることによって、ミニゲームなどが増えたり、チャレンジの目標を達成していくなどの要素がある。今作では、ストーリー上では、歴代のシリーズと比べ新規の敵キャラクターが多く、 登場しており、反対にミニゲームでは過去のシリーズに登場した懐かしいキャラクターやアニメ版に登場したキャラクターなどが登場する。2D グラフィックの作品ではコロコロカービー以来約11年ぶりにカービーに恋が吹き込まれている。ニンテンドー発売元としては最後のニンテンドー DS 向けパッケージソフトであった。ポップスターの南にあるポポポアイランズに来たカービーは 突如現れた、ドクロダンのボスネクロディアスにより、体が10人に分裂。分裂により弱体化したカービィたちは次々に倒されていき、一人残ったカービィは、別れた時に出てきた勇者の心を発見し、ネクロディアスを倒すたびに出発する。味方キャラクター雑魚キャラクター今作初登場の敵は、星のカービィシリーズの登場キャラクター一覧を集めて、カービィを参照。 中ボスは星のカービィシリーズの登場キャラクター一覧中ボスを参照。ボスキャラクターミニゲームの敵キャラクターミニゲームのボスキャラクター全部で5つの島がある。ステージによっては指定されたカービィの人数が満たしてなければ入ることができない。またワープスターで他の島に移動する際に島の周りにうろついている毒ロダンによってカービィの数が一体になってしまう。 ただし、ある程度ゲームをクリアしているとドクロンがいなくなるのでカービィの数が減る心配はなくなる。ゲーム中、メダルを集めることによって解禁されてゆく。ミニゲームのタイトルの一部は過去のカービィシリーズ、春研究所がかつて制作したゲームのセルフパロディである。ありがとうございます。